はい、こんばんは、島津です。皆さん、本日はね、新しいフリーホラーゲームで遊んでいきたいと思います。タイトルは、シンキングアイロンかな?といった、ゲームになります。こちらのゲームね、配信からね、1週間ぐらい経つんですけど、国外の大手の、フリーゲームサイトのホラー部門で、トップ1を飾ってる、ゲームになります。しかもね、3日か4日ぐらいでトップ1になったんですよ。だから評価の高いゲームになってるんで、期待が持てます。物語としてはね、ある場所で海底地震が起きて、で、近くにいた、新米のダイバーと、あと、補助スタッフですかね。その2人が、その現場に、政府の調査隊とかが、来る前に調査に行って、で何かしらに襲われるといったねお話になってるみたいです。はい、それではねやっていきましょう。果たして何が待ってるんでしょうか。そうだね、これは今自分が話したストーリーが書かれてると思います。来たね。Hey! Hey, rookie! Get to the sub downstairs. We're almost there. Let's be quick before someone else arrives. Captain over. これが主人公みたい。ルーキーって言われてたから、おそらくね、補助スタッフの方じゃないですかね。で、今なんか地震が起きたから見に行くぞ、みたいなことを言ってるんじゃないでしょうか。で、これが潜水艇みたいね。オッケー、かわいい。かわいい。危ないよ、そんなとこ行っちゃ。ここはね、普通のとこと違うんだよ。下はもう海水だよ、海だよ。真水よりね、ある意味恐ろしい液体だから、そこにいちゃ危ないから降りてきなさい、あんたも。いやー、癒されたわ。どうやら猫を飼ってるみたい。でも、なんつうのかな、海底っつうか、海のど真ん中で猫を飼うのもちょっと怖いよね。事故が起きたら、どうしようもないよ。で、これどこ行くんだ?あ、降りる場所あったわ。ツールボックスを持ってこいって言ってんのかね、これ。はい。またいた、またいた。2匹目の猫が。何匹飼ってるんだ?あ、いなくなってる。あそこからにゃんこが。え、飛び降りたの?危ないよ。もうほら、もう、海水むき出しの場所あんだから、危ないよ。うまくね、このま、おお、結構垂直だね。こう、落ちる部分に余裕があるかと思ったけど、なかなか運動神経のいいにゃんこみたいね。うまく、降りたみたい。じゃあ行ってくるわ。いや、かわいい。かわいい。はい。ほう。こんな感じか。この潜水艇。はい。レフトマウスクリック。待ってね。はい。ハンマーを、使ってなんか、どうすんだこれ。修理しろってこと?多分。どうだ?おそらく機体が壊れそうになったらそこをトンテン関連して直してねっていう意味だと思うんですけど。ハンマー使ってますけど。いや、特に何もできないよ。そこ?いや、殴る場所がないよ。あ、行った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 。はぁ、見て見て見て。気圧で凹んでるわ。気圧か物に当たってか。こういったところが出てくるから、
それを修理しろってことか。トンテンカンテン、トントン、トンテンカンテン。何？あ、あ、規律がポンコツすぎないかい？ポンコツすぎねえか。ガン、あーはいはいはい、溶接しなさいと。ピリ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 、これ溶接できてんの？あ、溶接した。ちょっとポンコツすぎんか。で、戻す。まあ、機体のへこみ、うん、は、ハンマーで、押し出す感じですかね。叩いて。叩いてね、押し出して平らにする感じで、亀裂が入ったら、こっちの、まあ、溶接銃で、ピーッと、うん、くっつけなさいと。ハンダしなさいと。いった感じですかね。うん、まだある、どっか。あ、はい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 。そういうことか。溶接しても、その後、へこみがまだ残ってるから、これで。まあ、機体が壊れそうになったら、うん、こうやって、航行を続けろってことみたいですね。もうちょっと新しい潜水艇欲しいね。あまりにもボロいわ。Alright! You can check your depth by looking at the gauge on the right side of the sub's controls. Once that little red thing reaches the bottom, that's when we reach our goal. あ、やばい。なんか来た。Whoa! I found that up here! Did you hit something?やばいぞ。Oh, you definitely hit something. なんだ？ああ！クラーケン？クラーケンがいるぞ。こいつが地震の原因か。あ、やばいやばい。あ。とりあえず直、とりあえず直せっつってる。うん。急げ。え？このライトは何を意味してた？とりあえずこのレッドが下に降りていくから、うん、それが降り切ったら調査が終了するよっていうことみたいだけど、やばい。直った？あ、ここ違う。え、これ進んでんだよね。航行してんだよね。え、怖っ。どこ？トンテンカンテントンテンカン、よしよし、これ関係ないのか。いや、これはなかなかみんな楽しめるよ。ないよー、ただでさえポンコツなんだ。これ以上ダメージを与えないでくれ。経年劣化がひどいんだから。あと金属疲労もすごく蓄積してそう。あ、どこ行った。あれ、どこだ。待って、あ、ここ危ない危ない。飛んでんか、やめろ。あ、結構進んでる、結構進んでる。どこだ。あ、やばい。おらおらおら、やめて。ちょっと攻撃してくる頻度がね、でかくなってきたね。まだ姿を現さない。あれ、あ、いや、そうそう、ピーピー、ハンダ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 、ハンダして、トンテン、カンテン、トンテン、よし。ちょっと、攻撃力がね、増してきてんね。まずいまずいまずい。うわ、水溜まってる。これが、あの、まあ、主人公のライフだよね。うん。これが溜まりきると沈没しちゃうと。どこ？危ない。よし。は、は？どこ？やばい。危ない。どこ？あと、あ、ここ。危ない危ない危ない。あれ、どこだ？あ、どこやった？やばい、やばい。水が漏れてる。ピー！よくこれ自分感電しないよね。電気で溶接してるのに。よいしょ。どこだ？やばい。
頻度が増してる。早く、もう切れず、やめて、やめろ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 、おら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 、ちょっとパワー系のスタンドが欲しいね。後ろから一緒に叩いてほしい。パワー系のスタンドが欲しい。ちょっとクレイジーダイヤモンドがいいね。うん、パワー系にしても修復してくれる能力持ってるから、ちょっと見てられない。あ、でも終わる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 、オッケーオッケーオッケー、終わる終わる、あと1メモリ、やめろ。連続で叩いてきた。ほら急げ、やばいやばい、ほい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 、おお、来るか、姿見せるか、つくぞつくぞ、おお、あ、ついたついた、ゴール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 じゃない、やばい、あ、どこだ、どこ、穴開いた、ピー、急げ、やめろ、つ、あー、あ、どこだ、やめろて、早く早く、あ、クリア、クリアした。は？大丈夫？ Hello? Can you hear me? What is happening? お、電気がついた。I think you've reached the bottom, and I think I can pull you up. Hold on. いや、目移りそう。ね、ほらライトつけようとしてる。来た。E ボタンで、ああ、なるほど、深海魚だからライトに弱いんだ、深海魚、まあ深海の生物だから。 OK! It's coming up! You bring my baby back alive! Captain Over! キャプテンオーバーじゃねえんだよ。どうだ、あ、ピカーン、よし、ピカーンして、どこだ、だよね、目ん玉が見えたらそっちにライトを当てろってことだよね。こっからよりアクション性が増してきたね。次どこだ、どこから見てる、やめろ、いやー目出してこねえな、来た、ピカーン、どこ、はいはい、どっちだ、はい、来い、後ろ、あ、どこだ、前か、はよはよ来い、目出せ目出せ、位置的にはここがいいかもね。あ、いやいや、ピカン、オッケー、どこだ、今なんかどこか戦かったか、くそ、遅かった修理が、オッケー、今回修復が早かったね。うん、あのハンマーで叩いてた分溶接する時間が短くなったんですかね。それありえそうだよね。オッケーオッケー、いいよいいよ、はいはいはい、急げ、危ない、すげえ、穴開いた穴開いた、あ、今戻ってきてるんだこれ、うん、上がってるゲージが、どこだ、はい、そうだね、オッケーオッケーオッケー、今目的地まで行ったから折り返してきてるから、それまで耐えろっつってんだ。オッケー、ピカン、はあ、きつ、まあそうだよね、あのビビらせることはできるけど倒すことはできないもんね、ライトじゃどうしても。お、もうね、手が疲れてきた、連打、手の連打疲れてきた、すごく、あ、俺何クリックしてんでしょうかね、ほんと、もう500回ぐらいはクリックしてそう。いや、500回超えてんな。1000クリックはしてるぞ、絶対。このゲーム初めて。さあ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 。そこそこ水溜まってんね。よく見たら。やっぱ、最小限には抑えてる。とはいえ。
これはいけるいけるいける、もうちょいもうちょい、あと一メモリどこだ、そこ、トンデンガン、トンデンテン、トンデンテン。もうリズムも減ったくれもねえわ。とりあえず叩け、とりあえず叩け、おら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 、よしよし、いかん、終わり終わり、もうちょいもうちょいで終わり、やめ、はい、どこどこどこ、あれどこどこ、やばいやばい、オッケー、いける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 、オッケークリア。あ、クリアか。あ、帰ってこれた、生還です。で、まあ情報を伝えるんだよね。にゃんこはいない、にゃんこはおらんぞ、どこ行ったんだあの癒しは。ほら、嘘、連れてきてしまったっぽい。あー、巻きついてきた。あー、潜水艦持っていかれた。潜水艦、潜水艇、お気に入りのおもちゃになったんですかね。これ僕のもんって、これ僕のもんっつって、持っていったのかもしれない。いいよ、そんなボロい潜水艇あげるわ。いや、ダメっぽいな。あー、ダメだった。おもちゃだけじゃ満足できないっぽい。は？あ、嘘嘘。キャプテンオーバーじゃないよ。キャプテンオーバーじゃないよ。キャプテンが刺された？え、待って待って。これまずいよ。どうすればいいんだ、どうすればいいんだ、どうすればいいんだ。は？はあ、真っ二つに折られた。最後の最後までキャプテンオーバーなんて。ああ、うっそー。はあ、バッドエンドだったみたい、これ。しまったね。政府がね、調査に来れば、まあ、こんなことにはならなかった可能性もあるっちゃあるんだけど。やっぱね、オンボロ亭でね、調査しに来たのが間違いでしたね。にゃんこが心配だ。どうなった、にゃんこ。逃げ場がないもん。水の中だから、あ、海の中だから。はぁ、なんじゃこりゃ。なんかアンロックされたぞ。レッドハンマーだって。スキンフォーユアハンマー。スキン？いや、なんか能力あんじゃない？レッドハン、レッド銃も解放された。なんだこれ？ハードモード。ハードモードもアンロックされた。なにこれ？エンディングだって。エクステンドエンディング。あれからどうなったか？すげえ、特典付きだった。これだね。うん。あ、色変えるだけっぽい。どうやら、レッドハンマーにすることができるだけっぽいね。今ね、確認したら、ハードコアをクリアすると、新たなエンディングが見れるみたい。頑張ろっか。頑張ろっか。果たして見れるんですかね。スキップチュートリアル、OK。そうですね、殴っても、効果。うん。っていうのには変わりがないから、ただスキンが変わっただけだと思うんだけど、え、これえぐくね。もう俺指の感覚がないんだけど、連打機能とかないかね、このマウス。すーごいすごいすごい。やばいよ。クリアできるか？もうね、手がやばい。手が疲れてる。これで半分だよ。これな、これやべえって、やばいって。クリアできんのか？これ。はい。嘘。やばいって。やばいって。頭おかしい。やばいやばい。少しぐらい性能上がってくれてもいいんだけどね、アイテムの。うわ、くそ。終わり。いやー、もうクレイジーダイヤモンド。もうスタープラチナでもいいから。スタープラチナでも。待って、これ半分だよ、もうこの時点で。運ゲーじゃねえか？
ちょっと運ゲー入ってそうな気がする。無理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 。前半でこれだけはもう致命。やばいってやばいってやばいって、これ無理だって、これ無理だって。排水されてんですかね。排水されてたっけ、後半になって。そこ見て、そこ気づいてないんだよね。あ、排水されてる。キャプテンオーバー、キャプテンオーバー。ちょっと奮い立たしていかんとね。うん、あーあー、どこどこだ。あ、ピカン、くそ、ピカン。はい、オッケーいいよ。さっきよりかはいい。さっきよりか、さっきはすごかったもんね。うん、さっきよりかはまだまし。急げ。ああ、いかん。はい、オッケー、やめろ。オッケー、おお、すごい。いかん、いかん、もうやばい。あ、これ以上穴をほがらすな、これ以上穴をほがらすな。あ、また開いた。これ以上穴を、よーし、クリア、よーし、クリア。新エンド来たよ。はい、ここまでは一緒。さあ、この後、来た。あー、どうにか、どっかの岸に、流されたみたいだけど、なんだ?ようわからん、島に流れ着いてる。え?そういう感じ?あれって儀式で召喚された化け物ってことですかね?猫もね、ここに流れ着いてた。流れ着いてた。生きとったか、お前。生きとったか、我。よかったな。よく泳いでこれたな。泳いでこれたか、流されたね。よかったよかった。まあ、一安心。心配事が一つ減りました。で、もう一つの心配事。ここの島は何なのか。すごく不安。はー、なんじゃこりゃー。クトゥルフだ。だよね。こういった建造物、クトゥルフに出てくるよね。海にこういった建造物があると、クトゥルフ、神話がモチーフになってることが多いけど。だよだよ。クラーケンも出てきてるし。は?何?なんか浮き上がってきた?クジラ?いや違う。なんだ?クラーケン。終わり?あ、終わった。終わった。はい。ということで、シンキングアイロン。ですけど、ここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。ハードコアで追加されたエンディングで、あの、まあ、クラーケンは何だったのかっていうことが分かりましたね。まあ、原因としては、どこかの島の、祭壇ですかね。祭壇で儀式が行われた。まあ、誰が行ったかは定かじゃないですけど、自動で行われたのか、それともね、人が行ったのか。どちらかで、あの巨大なね、クラーケンが目覚めてしまって、大地震が起きたと。で、それを調査しに来た主人公たちが襲われてしまった。そういったお話だったみたいです。はい。ということで、島津のフリーホラーゲーム実況になりました。またこんな感じでインパクトのでかいゲームとか見つけたら、実況していきたいと思うので、今回の動画で知った方はね、ぜひとも遊びに来てやってください。よろしくお願いします。それでは、島津のシンキングアイロンになりました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。